リンリン、ハローパンダレール、リンリンパラレルのリントです。はい、本日は、今日何日だ ?4 月19日の、ルックブックでございます。今日は本当ちょっと買い物行って、帰ってきて友達が来るんですけれども、友達っていうか倉和が来るんですけど、倉和が来てちょっとお話ししたりとか、まあ普通にね、お友達とお話をするっていう感じなんですけど、まあそんな日なんですが、普通に着物を着てこうかなという日でございます。まあただ単に着たかっただけです。はい。っていうところでございます。ではね、こちら着付けていく前に、もしよろしかったらこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。で、今日は純粋に和服を楽しもうかなと思っております。で、今日は先日、買わせていただいた、インスタグラムではね、書いてあるんですけれども、一応概要欄にもね、書いてあるんですけども、アソシエさんというところでね、購入させていただいたこちらの和服を着ていこうかなと思います。で、これね、可愛いんすよ。裏で見せた方がわかりやすいかな。蝶がね、いっぱいいるんですが、まあ、虫嫌いな人だと蝶いっぱいいると気持ち悪いってなるかもしれないけど、私、蝶がすごく好きで、一番好きなのは大紫なんですけど、あと、まあ、ルリタテハとかも好きかな。でも、大紫とか、カラスアゲハとかで、実際に、アゲハ蝶のね、標本とか、実は本とかも持ってて、そうなんです。で、蝶がすごく好きで、もう見た瞬間に可愛いってなって買っちゃいました。で、今日はこの、はい、アンダーに、これもうほぼアンダーです。T シャツに、短パン。はい。っていう状態に着付けていこうかなと思います。まあね、普通に何も肌着とかなしでね、着てもいいんですけれども、私は着てやるので、そんな感じでいきたいと思います。であと、着付けに関しては、まあ、独学でほぼ素人と思ってください。だから正確な着付け方っていうのをいつもやってません。ちゃんと学びたいんですけれども、そういうなんか学べるいい機会というか、なんていうんですかね、っていうのも出会ったことがなくて、自分なりに作法さえ間違ってなかったらいいよねっていう着方をごめんなさいしておりますので、人によってはあれかもしれないですが、ご了承いただけると幸いです。私はね、こういうこれなんだっけ、スカートの、裾を上げたり、裾折ったりするときに使うゴムベルトっていうのかな、これゴムなんですけど、このゴムで一旦仮止めをします。で、この仮止めした状態で、このまま切ると、もう、引きずっちゃう長さなんですよ。なので、一旦、この竹の部分を少し上に上げます。こんな感じで。で、上げながら、調整。で、股を開いたりとかした時にグワッて開きすぎないようにするために、内側の着物のね、布の部分を中に入れていくんですけども、で、こう中に入れつつ、はい、で、こっちもこう調整して、はい、平行な感じにね、なるようにします。で、少しこう調整して、うん、歩きにくくないねっていうのをこんな感じでやっていきます。はいはいはい。こんな感じね。で、これを調整したら、次は上の部分。はい。竹を調整したので、ここがね、こうダボって余っちゃいます。で、これをだいたい帯でやってる人の方が多いんじゃないのかな？普通は。ここの状態で上から帯を巻いてっていう形の人が多いと思うんですけど、私はね、帯じゃなくてね、こういうコルセットとか、こういうのをね、つけて、和洋折衷コーデに近い着方をしたいんです。だからは、和服純粋にではなくて、帯巻かずにっていう感じになるので、ここでもう一本、実はこのゴムベルトで締めます。で、こんな感じでグッと締めて、
で胸元のこの辺ねの折りを調整します。こんな感じでよいしょ。これね、なんか誰かに教わってね、ちゃんとした着方っていうのをやった方がいいんだろうけど、教わる場所がちょっとなくて、でゆっくりそのなんかね教わりながら話を聞いているっていうのがまあ結構少なくて聞けたらね絶対いいんだろうなと思いながらも聞けてない状態ですね。よいしょ、独学にしてはね、いろいろ頑張ってんじゃねえのって勝手に自分で覚えてたりはするんですけども、よし、でこれで少しもうちょっと上かなで調整してあげます。はい、でこの状態で今日はこれかな、はい、という帯こちらはね、三つ玉畑さんで購入させていただいた、もののセットに入ってたものですね。で、ここにね、紐を通す穴がありますので、はい、紐を通して、で、この状態で、くっと。よっしょ。こんな感じにして、あ、ちなみにその水玉畑さんは概要欄に載せてありますので、よかったら見てみてください。メルカリだったりで販売、あとミンネとかもかな。まあ、なんかいろんなところで販売してます。なんか公式のホームページもありまして、公式のホームページ載せてあるはずなので、そちらを見てみてください。よいしょ。で、こんな感じにして、グッと。で、ここで、軽く、肩結びまでいかないんですけど、くるんと一回、通します。よいしょ。はい。で、短い、ちょっと短いのと長いのにするんです。私はこんな感じで。はい。で、蝶々結びするんですけど、蝶々結びするときにほどけにくい結び方があって、普通蝶々結びってこうした後に1回くるんじゃないですか。これ1回じゃなくて2回くるんって巻くだけで、実は蝶々結びがほどけにくくなるんですよっていうのをネットで見ました。はい、私の情報ではないです。ネットで見て、へえ、2回巻くだけで蝶々結びがほどけにくくなる、知らなかったみたいな感じで、はい、ですると片方長くしてるんで2回くるんってやっても長さがねうまくなるんですね。こんな感じで、はい、でこんな感じ、はい、今日は完全にこんな感じですね。で上に何を着ていくかなんですけど、今日はね、完全に和服に仕切らないようにしようかなと思ったと、これもこれでいいね。これもこれでいいね。悩ましいね。こういう時悩むんですよ。このコーデに何を足そうっていうところでね。ただ、ちょっとね、足したいは足したいので、でも普通に羽織を着るでもいいかもしれないですね、今日は。この羽織を、この上から、着ちゃって。よいしょ。袖をね、中に通しましょうか。ああ。ありだな。で少しだけ胸元をこう開いた状態にして、こう窮屈じゃない感じにねして着ようかな今日は。
あー、ありだね。ただ少しここのところの帯の留め方が甘かったのかちょっと気になるので、ちょっとクイックイッと中で調整します。クイックイッ、クイックイッ、入ってけ入ってけっつって、よいしょ、これで調整 OK かな。よし、ういもういい感じじゃないこれ。はい、今日はこれでいこうかな。はい、ということで今日は完全に和服のコーデになりました。よいしょ、下はこんな感じ、下はというか全体像で見るとこんな感じです。はい楽しいねこれね。で今日はちょっとお買い物行って帰ってくるだけでございます。はい、っていうところで本日のコーデはこんな感じのコーデでございます。ちょっとね今日他の荷物も届くのでちょっと買い物して帰ってきたらもしかしたらそのコーデ着てみたいんで、もしかしたらそのコーデに着替えちゃうかもしれないです。はい、っていうところではあるんですけれども本日のコーデはこんな感じ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。あ、すげえ、すぐ閉めちゃった。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価。そして、X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。では本日は以上となります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では、以上、リンドでした。バイバーイ。